YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。野村克也、清原、コメント、天才だが考えられないバカ。薬物使用の疑いで逮捕された清原和博容疑者48に、元ヤクルトスワローズ監督の野村克也氏は厳しくこう言う。清原には、去年、銀座のクラブで偶然出会った。向こうから挨拶に来たよ。個人的な付き合いはないけれど、グラウンドで会っても挨拶に来るし、礼儀正しいきちっとした人だと思っていた。覚醒剤疑惑は知らなかったから、テレビの報道で知ってびっくりしたよ。何を考えているんだ、と。実績を残した人は、監督やコーチをやっているじゃないですか。だから、あれだけの選手だった人に、なぜ声がかからないのか不思議だったんだ。球団の幹部も見ているんだな、指導者になるような、人の上に立つ人間ではないということを。プロ1年目から、俺の記録はいつか清原に塗り替えられるな、と思っていた。こんな選手いない。ただ物足りなかった。野球選手に大事なのは判断力だが、清原のプレーからは状況判断をしているとか頭を使っているとかが全く伝わってこなかった。それで清原が西武1年目か2年目の時に、俺は森正明元西武監督に言ったんだよ。清原は野球に対する思想哲学が何もないやつだ。天性だけでやっている。お前が悪い。ちゃんと教育しろって。野球の指導はコーチがやる。監督の仕事で大事なのは人間教育、社会教育ですよ。野球は技術力には限界がある。その先は頭で考えるしかない。そこから先がプロの世界なんだよ。技術の先には頭脳と感性が必要なんだよ。でも清原は若い時に教育されていないから考えないし感じない。人間の最大の悪は鈍感であるというが、まさにその通りだよ。覚醒剤は悪いと知りながら手を出すのは鈍感以前の問題、バカとしか言いようがない。バカと同時にやはり若い時の教育だね。彼はやはり天才だからこうなったと思うんだよ。苦しまない、考えない、センスだけでやってきた。野球哲学をきちっと考えるということをしてこなかったんじゃないか。せっかくのいい素材が周りに恵まれなかったということなんじゃないかな。野球人としての復帰はまあ難しいでしょうね。信頼と信用がなくなってしまったわけですから、それを挽回するのは並大抵じゃないでしょう。取材班今西紀之、上田浩二、亀井博士、長倉勝恵、西岡千文、林総一、松岡霞、柳川裕二。週刊朝日2016年2月19日号。みんなの声。野村さんの人を見る目はやっぱりすごいなと思う。もし野村監督のところに清原がいたなら、こんなことになっていなかったと思う。やっぱり野村監督好きだわ。西武時代の初期にそこまで見てたんだが、野村の忠告が何も役に立たなかった結果がこれか。清原が現役時代に使ってたヘルメットは野村さんが使ってたヘルメットなんですよね。野村さんを尊敬してたみたいだし、そんな大先輩からこんなコメントもらって少しは目を覚ましてもらいたい。人を見る目があるということが人生で一番の財産なんだなと思った。野村さんってやはりすごい人だな。はっきりと物を言う言葉に愛情を感じる。ヤクルトスワローズの監督時代、古田敦也捕手を育て上げ、ヤクルトスワローズを日本一に導いた名将の言葉には実績が伴う説得力がある。野村監督に育てられていたら、マー君みたいに大リーグで活躍するメジャーリーガーになっていたと思う。素材が優秀でも育て方で結果は全然違う。監督久しぶりに見ました。いつも勉強になります。じゃあ感性だけでやってた長嶋のところに行くのは余計に失敗だったのか。古田や稲葉を見ると
野村監督の話に説得力を感じる。森監督より堤オーナーだろうよ、甘やかしてたのは。清原は野村さんと一緒に野球できたら開花したし、人間としても磨けたかもね。落合さんも才能は清原の方が松井より上って言ってたような気が。そう考えると良い指導者に恵まれなかったのかなとも思う。落合が清原を評して、あの子は野球をしなきゃいけない時に野球をしていなかったというのがあるけど、つまりそういうことなんだな。センスだけでやってるみたいなことも言ってたような気が。野村克也氏は本当の野球人として落合博満 GM を高く評価しています。お二人のプロ野球界監督復帰を期待しています。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。